私が嫌なの。あんたが好きだから。それ、勘違いだから。人の必死な告白すら信じられないとか、どこまでひねくれてんのよ。いっそ本当に勘違いってことにして。あ、ずいぶん早かったわね。もしかして放り出されちゃった？さっきの人。京くん、女の子と遊ぶのやめたって本当なんだ。え？あら、何も話してくれなかったの？何？まだなんかよ。